スタンバイ。ネタっていうのは分かったんだよね。そうで、うん、打ったのも分かったから、うん、引き金引かないだろ。惜しい。危ねえ。惜しい。マジ惜しい。危ねえ。この辺だったよな。でもいやちょっとね、太郎銃の置き方がね意地悪だったんだよ。どうなってた。どっちが重心か分かってなかったでしょ、その前か。いやそうそう、あそこで、まず、そうそうそう、そう、あれ焦って打ったの。焦って打ってたね。そう、あれやられる前にやらなきゃ。俺も高井が取ったって分かったから、うん、間に合わねえと思って一回引いたんだ。あ、そう、引いてた。あれナイス判断。引いてて、うん、ゆっくり行こうと思って。なるほどな。ちょいずれ、ホテル。ちょいずれ。ちょいずれ、惜しい。うん、俺も降伏してたよ。そうそうっこっちの方だった、うん、こっちの方に。だから飛びついてなかった時もう分かった。あ、もう終わったと思って。もう完全に取られたから。完全に取られたと思って、もう終わった。両手伸ばしたら両手にあったからね。ラッキー言うと思ってで、当てられなかったでしょ。そうそうそう。ボーナスタイムだったから絶対殺せたのに。ヘッドショット。ヘッドショット。ボーナスだな。なんでだよ。なんでだよ。完全にヘッドショットだ。この辺行かれた。ああ。思いっきり打ち抜いてた。打ち抜いた。あ、今のかった。鮮やか、今のは。完全に高井がいた。いた。いや、だからもう、もうすぐ分からなかったんだよね。そうだな。そう、高井逆に持っちゃってたよ。そう。この時間がゆっくり知るとか濃くなったヘッドショット気分完璧にヘッドショット綺麗でした、素晴らしい。スタンバイ。
3, 2, 1, ファイヤフェリックス。よっしゃ。なんで2人とも打たないの？え、いや、これなんか一回さ、こう状態が出たな。なんかこっち狙いに来なかった太郎なんか。同じ。いや、あ、本当？バラ。え、狙ってた俺。狙ってないよね。狙ってた太郎がでも取り方がその倒れ込みながらゴロゴロゴロって言う。いや、そうそうそう。だからあ、やべえと思って。これすぐ打たれると思ったよ。うん。そしたら打たないから。いや、俺も来るかなと思って。限りなく二人ともが、なんかその、一つになってて。なんかその、え、嘘、マジ？重なってた。そんな近い？角でもうほぼ。あ、じゃあ当たったのとか見えづらかったの？だから一瞬そう、危ないデカのポスターみたいな。そうそうそう。あれ、危ないデカごっこしてると思って。セクシーフェリックスと。と思ったのにな。今さ、俺めっちゃ有利じゃなかった今。めっちゃ有利だったね。でも細かい高いのステップにフェイントで引っかかってた。そういうことか。一回振って入れたそのおとりのステップにそのまま打ち込んで。外してた。外してた。うわ。いや確実に見えたと思ったのよもう。でそのままずっと太郎と高いその見えてるっていうぐらいその後ろから銃突きつけられた。この辺にいるんだよ。ずっと背中追っかけられる。そう銃口ずっと向いてた。マジ？確証持てるまで。ここだす。お前ヒットマンだなお前。確証出るまで打たないんだ。しっかりやな。ヒットマンだわお前それ。